きょきょきょいや一休さんオファーが爪が甘いですね爪が50万円保証でつまり実質ただいやただは求めてないただは求めてないですね利益ですねはいあのね僕がね、あのー、コンサル売った時の、えー、保証金額いくらだか分かります1000万です <laughs> 1000万保証で売りましたからね 1,000万売り上げ出すまでにあのサポートしますとずっと <laughs> マックス2,000万まで行きましたけどやりすぎましたけどねそうまあでも2,000万保証で買った人もうちょっとでいくんですよねまあマレーシアにいてるまあ塾,塾にも入ってるんですけどまあもう多分2,000万は見えてるかなというところで1,000万保証の時も何だろうな1ヶ月で行った人いますからね1,000万あの、まあ、ドリアカの講義でも入ってますけど まあ転売やってた人ですね、まあ、その人はまあリストあって、まあ、ちゃんと信頼関係が構築されていて最後のプロモーション塾をこう売っていく上でのやり方っていうところでまあコンサル入ってもらったんですけどまあもう全部やって1700万ぐらい上がりましたけど1ヶ月で終了みたいなコンサル <laughs> そうまあでも他の人はねそういうリスト持ってないっていう人は結構な長くねこう続いてる人もいますし途中で離脱した人もいますし まあ何が伝えたいのかっていうとオファーを作る上で自分の許容範囲でオファー作ってたらダメなんですよ自分のやっぱ限界突っ張りかないと出したくないものを出すっていううーんう出したくないけど出すっていうねこれがまあポイントですねオファーのあとそれを出すことによって結局んの自分も成長できるんで責任持つじゃないですかうん まあ全額返金保証とかも当たり、なんかもうありきたりじゃないですか。うん、この前なんか3万円、あの、迷惑料払いますよみたいな、もう、月収100万ボックスの時は3万迷惑料みたいな、商品代金が確か2万4800円に対して、商品代金2万4800円に対して、迷惑料3万ですね。<laughs> いや、もうプラスいや、いや、商品代金より迷惑料高いやんみたいなね、話じゃないですか。ね <laughs>。まあ、実際ね、1人来ましたからね。 うん、たまにいるんですよまあ多分ね、まあ、理由がまあ微妙だったんですけどなんだろうなあの、まあ、そういう,う保証だから保証を売りするとそういうお客さん来るんですよでも売上で考えると全体のボリュームで考えるとなんだ売上は上がるんでそっちの方がセールスは強くなりますからただセールスが強くすると結局そ,それ目当てで買う人ももちろん出てくるっちゃ一部ね、うん、だからまあテストでもあったんですけどね僕僕の 今のその状況でねまあそれをオファーやったらいるかなっていうまあ面倒くさいですよ、まあ、すぐまあ来たんでねあの,あのなんだ、えー、返金保証と返金保証プラス迷惑料なんかその返金できますかとか来ていや,い,やいや返金保証つけてるからそれは返金するでしょみたいなね <laughs> いや返金しない人だと思われてるんだみたいなまあその人はね まあ一応あのもう初めて買った人なんですよだから僕との関係性が薄いって感じですねうんまあまたもしかしたら来るかもしれないですけどね過去にでもね僕の場合はその返金保証まあそのフロントエンドまあ数万円の商品ですよねそれに迷惑料をつけて売ってきた人がまあ多分ね5人いないですね多分うん ただまあいるっちゃいるんで僕がこれだけその濃くやっててもそれぐらいは言いますだからそれを強くするとねただあのなんでそれをやるべきかのかっていうと売り上げを出していかないといけないんで売り上げを考えた場合絶対そっちの方がいいんですようんお客さんもメリットじゃないですかねっ、まあ、50万のコンサルであるならば50万払ってねじゃあ10倍の500万まで保証しますって言われたらよくないですかうん だからこれ言い方なんですよ。伝え方なんですよ。結局、じゃあ、まあ、一休さんもね、結構僕、吉田にイズムがついてると思うんで、じゃあ、50万のね、稼げるまでサポートして、はい、え50万稼げ,る稼げたんで、もうサポート終了です、一切連絡しないでくださいって言います、お客さんに。申してますね。あ,あなた、50万稼げたんで、僕、一切もうサポートしませんと。あの、サポート料金もらわないと、あのお金もらわないと、僕、動けませんって言いますか。どうですか。多分やるでしょ、ちょっと。 ね、どうすか,だかそこにただ肉付けして言うだけじゃないですか保証ですよっていうど,どうどうすか <laughs> そうなんでまあ言い方伝え方なんですようんまあ100分ずっと一休さんが「いや吉田さん僕はあの50万あのお客さんに稼がせたら1ミリももうサポートしたくないです」っていうんだになったらあれかもしれないですけど どうすかね一級っていうネーミングで一級らしくないじゃないですかそれ <laughs> 全然一級らしくない優しさないじゃないですか優しさ優しさを形に変えていこう <laughs> 優しさを形に変えていこう売り上げにつながるんで、うんなん感じですかね、はい、やってくださいまああとまあ多分結局それを教えてくれる人もいないしそれをやる人もいないんですよなんかやったもん勝ちです うん、でもみんなねなんかビビってやんないんですよね。うん、でも僕の裏側を言ったでしょねだどういうふうにパッケージするかっていう。わかりますうん。でもそれですよ。うん。大丈夫ですか、はい、しっかりと。売り上げ。100万と言わず、300人ぐらい。まあまあ300万は、あれか、今の数だとあれかな。まあでも、今回、 まあ100ぐらい売り上げ作れればなんだ自信につながると思うんでうん別に200300上げられるでしょまああとは数の集客のブームじゃないですか結局はうんはいまオファーを考えるときはもうあの自分が出したくないものを出すっていうもう常にこれを意識してくださいうわ嫌だな面倒くせえなをやりましょう <laughs> 出したくないな嫌だなっていう、うん、っていうオファーを考えるってまああとは他の人と差別化ですねどう差別化していくのかっていううんうはいということでまた報告お待ちしております